はい、皆さんこんにちは。わさびです。続きやっていきたいと思います。また数が長かったね。で、なんだっけ。ちょっとこれ開けさせて。ずっと気になってたから。あ、マップナイス。続きってことは、船を探さなきゃいけないんですよ。空と、このカリビアンのジョニー・デップ。なんだっけ。あ、そう、ジャック・スパローが、ちょっと今遭難中なんでね。潜れんの？おい、オッケー。すげえな、空。お前海にでも行けんのかよ。しかも体力とか減らないの。強すぎ。しかも振れんの、キーブレード。ちょっと振らしてよ。なんかさ、あれみたいじゃない？モンハンモンスターハンターポータブルトライみたいなさ、あったよね。ポータブルだか 3DS だかさ、忘れたけど、こういうさやつあったよね。ただ俺あんまあれやったことねえからさ、わかんないんだけどあんまつか一回もやったことねえ。そんなことはさておき、いやさすがにやっぱあれですね、海賊のシリーズ入ってきたから、パイレーツのシリーズ入ってきたから、海の中も行けんだね。でもパイレーツ見せて海の中での戦闘は一回もなかったけどね、俺の知る限り。すげえすげえすげえ、ジェット噴射じゃん。クルーザーじゃねえんだから。いやー、なんか海洋恐怖症の皆さんはちょっと怖いかもしれませんね。あ、説明しとくとね、海洋恐怖症っていうのは海が怖いらしいです。こういうさ、洞窟、海の洞窟って、皆さんダイビングしたことあります？わさびは一回もありません。やば、死にそうなんだけど。へえ、ちょっと待ってね。これさ、メガポーションとかさ、俺さっきね、始まる前にショートカットって言って L1 を押すとショートカットできるんですよ。この魔法とか押さなくて済むんですけど、それをちょっと極めたいなと思って。で、アイテムメガポーションとか持ってるはずなのにさ、使えないんだよね。何なのこれ。ちょっと知ってる方いたらコメント欄にね。もうお前相当何章もやってんだから、さすがに覚えろよって思うかもしれないんですけど、まあわさびなんでね、やっぱりここはねちょっと目をつぶっていただいて。でも素潜りの話に戻るんですけど、素潜りした時にやっぱちょっと深いところに行こうと思って、結構岩掴んだりしてさ、岩場だったんですけど、岩を掴んだりして下までさダーって潜っていったら、まあ、耳抜きとかもしながらね。そしたらもうなんか怖いっすよね、やっぱ。あ、なんかやばいな、これ以上奥行くとやばいなっていう感じあったな。怖いなっていう感じあって、怖いなー怖いなーって思って、でそのまま上上がって、耳抜き全然できてなかったっていう話なんですけどね。あ、これあれか、沈んでる船探してんの？沈んでたら意味なくない？無理じゃない？あ、なんかセーブスポットこれ。ってことはこの先進むとムービーが発生する可能性ありますね。もうね、読めてますから。おっ、ほらね、ムービーなんですよ。いやもう絶対あれじゃん。それもファインディングにも出てきたな。絶対皆さんわかるよ、あれ触手だもん絶対。でもさ、海賊がお宝を持っとくわけにいかないよな。で、宝箱もくっついてるんですよ、多分。これでかい魚出てきますよ。まあ行くけどね、さすがに行かない手はないけど。あ、普通に開くんだ。あ、やっぱね、ほら。うわ、はい、出ました。ちょうちんあんこうです。分かってました。あなたが出てくるの。なんでいきなり食わないで。やめて。食ってんじゃねえぞ。心臓出てきました。こんなところで死んでらんねえぞ。危ない危ない危ない、死んだよ。やばい、こっち狙い定めてきた。ジェット水流。そう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 ああ、さあ、よし、オーシャンフレアできる。逃げろ逃げろ逃げろ。オーシャンフレアやばい、危ねえ。オーシャンエアロ。いいよいいよ。意外にあれだね、遠距離で徹底したら勝てたっていう。お、いや完全に生きてますやん。お、新たな穴を見っけ。ちょっとそれ拾わして、さっきの。お、オーシャン。え、何？シークスペクタル。地面に表示されるリンクに合わせて×を押すことで高くジャンプし、地面に水たまりを作ります。ジャンプ中に丸を押すと敵に水を噴射します。あ、リンク技が増えたと。上昇気流に乗って。うわ、暗っ。なんだよ。おお、え、よし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 、やっと出れたかな。すごい湿ってる。暗い。船だ。船あるぞ。あったあった、見つけたよ。誰の船だって？ジャック。段階。俺の船だ。いつの間に来たのかな。早い者勝ちだ。ジャックにはブラックパール号があるだろう。確かにパール号には劣るが、この船もまあ悪くない。俺は船長だ。誰が船を動かす？船員が必要だ。そんなところにいたのか。出発準備だ。さっさと乗れ。やっぱ変なやつだな、ジャック。お前ら準備はいいか？準備はいいけど、これじゃあどこにも行けないだろう。そら、お前はいつだって自分の手で道を切り開いてきたはずだ。お前の心が命じるままに進め。わかるのそれで。すごいね、空ってすごいね。あ、赤い船だ。かっこいいじゃん。出発。なんだあの船、矢印ついてんぞ。おお、いいじゃんいいじゃん、かっこいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃないですか。よっしゃー。この船はわさび号と名付けます。はい、皆さん、完全に海賊ゲームになりました。ぶっ飛ばそう。海賊王になるよ俺は。改造を見る。う、すげえ。なんか別ゲーだね。すごいすごい。リヴァイアさんだって。かっけえ名前。よっしゃ、いろんな船を沈めよう。俺このこういう改造ゲームちょっと一度やってみたいんですよね。あ、やったやった。海戦だ。あ、やばい。撃ってくる。撃ってきた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 。ウォーターバルーン。オッケー。遅い。全然タイミングが違う。撃て撃て撃て。よーし、死んだ。いった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 。俺も死んだ俺も死んだ俺は生きてる俺は生きてる。オッケー。くたばれくたばれ。よし、来い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 。何？やらせてよ。霧が濃くなってまいりました。やば。あの船。アドレスじゃなくて誰か乗ってるよ。あいつはまためんどくさいのが出てきたな。松本人志だ。やっぱりな。お前も機関に戻ったのか。なあ、まさか私にもお呼びがかかるとはな。カードは最後まで何が出るかわからないものだ。完全にまっちゃんだ。ジャック、こんなやつと交渉する必要ないって。やれやれ、君たちには紳士的な話し合いはまだ早かったかな。なんだと。そら下がってろ、海賊の掟だ。ハーレイが宣言されたら交渉に応じなければならない。前にも教えてやったろ。いいね、私が愛する勝負ごとにも掟、ルールがつきものだ。ルールの中で争ってこそ勝利に価値がある。ま、海賊の掟はルールっていうより心得みたいなもんだけどな。それでよければ話を聞こう。私は探しているある箱を知っているな。知ってる。いや知らない。まあとある箱のことなら知ってる。そもそもお前が欲しがるような箱なんかじゃない。本当さ。そうか。では賭けをしよう。賭けって例えばどんな。君たちもよく知っている港町まで競争しようじゃないか。ポートロイヤルか。そう、先にたどり着いた方が勝者。私が勝てば箱の情報を提供してもらう。俺たちが勝てば君が望むものを手に入れてやろう。乗った。乗るな。交渉成立。まあいいでしょう。そんなでかい船じゃね、俺のスピードにはついてこれないよ。よし、全員配置につく。ジャック。ほうはれ。なあ、ジャック。遅れを取るな。ジャックってば。なんだよ。あいつに箱が渡るのはまずいんだ。ジャックは本当に箱のことを知ってるのか。さあね、俺が知ってるのはデイビー・ジョーンズの心臓が入った箱だ。奴がなぜそれを手に入れたがってるかは見当もつかない。その箱って黒いの？まあどっちかって言ったら黒いな。例の箱かな。違う箱だと思います。13の手に渡らなければいいんじゃないかな。だな。何をごちゃごちゃやってるんだ。要するに勝負に勝てばいいんだよな。そういうこと。手に入れたければ奪え。ようやく海賊のやり方が分かってきたな。おうよっしゃ。あの船撃ってもいいのかな。撃ってみよう。早っ早っ、ちょっと待って。よし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 。やば、竜巻出しやがった。お前それはズルだろ。よし、いいぞいいぞ、くたばれくたばれ。よし今だ。抜けー、抜け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 。やばやば、危ねえ。守れるんだよ俺は。よしいいぞよしいいぞ。なんだこいつなんだこいつ、横から。おやばい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 、くそ。ちょっとどこ行ってんだ。なんかすげえ風がすごい。あ、くんな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 、守れー。ナイス。よし、間通れ間通れ。オッケー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 。よしはい、絶対俺を勝ち。来た、なんか来た。守れ。邪魔だ邪魔だ、マジで邪魔だ。マジでそれだけはすんな。お前ふざけんなよ、邪魔だよ。いてマジか。ちょっと待って、めっちゃ来るじゃん。うわー、やべえ抜かれた、やばい。よしポートロイヤルの場所分かってんのか。うるせえ、黙れちょっと海賊だからちょっと口が悪くなっちゃいました。ごめんね。あーくそ、やばい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 、もう1キロ切ってるよ。やばい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 。当たれ当たれ。くそ、まずいよ、マジでまずいよ。あ、でもいいよ、あいつのルートバカだわ。よし、あーもう何ずるだろお前、こんなん。いやー、岩にぶつかる岩にぶつかる。あーもうウォール忘れてた。ウォール忘れるわ、こんなんウォール忘れるわつーの。おい、ずるいぞお前。よし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 、いいか、今だ。黙れだ。よし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 。え、いった、勝ったのどっちなの。まだゴールしてないよ。状況報告。敵戦なし。よし、俺たちの勝ちみたいだな。撃つつもりだぞ絶対、後ろから。何をする気だ。だよね。ああ、こんな時ルフィがいればもう一発なのに。全員ぶっ放しや。わさび号なめんじゃねえぞ。全員ぶっ放しやるぞ。当たれ、よし当たれ、一気にいくよ。やば、めっちゃ強いめっちゃ強いめっちゃ強い。やばい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 、集中砲火。もうお前らもう白旗開けた方がいいよ。ほらもう飛んじゃうからね。え、飛んじゃっていいのかなこれは。うお、やば、船で体当たり。これはたまりませんね。やばいやばいやばい、集中砲火。はい、でも勝った。お、次は白兵戦ですかね。よし、あ、その矢印ってそういう。では次のゲームだ。よし、じゃあ接近戦だぜ、かなりの。いった、こいつ。よし、ぶっ倒す。強えんだよなこいつ結構ね、強いでしょ。そう、こいつ。よっしゃー、さらに進化。あれ、俺ドナルド・メテオやったつもりだったんだけど。よっしゃ、どこ行った。おしよう。きょきょきょ、高いなお前。よし、オッケー。さあ観念しな。素晴らしい、君たちの勝利をたたえよう。何か企んでるんだろう。とんでもない、私は引き際を知っているのだよ。どこや。俺が勝つのは最初から決まってたからな。負けた時の言い訳を考えてあったのは賢い判断ださて、報酬を用意しなければな。だがあいにく私は君が望むものがわからない。君は何が欲しいんだそんなの決まってる。俺が欲しいのはダッチマン号にある箱だ。行っちゃダメ。ん？ほう。はめられたね、完全に。ジャック、お前も気づくの遅いけどね。もうぶっ飛ばすしかねえから、もう構えた。そうだね。それが賭けの醍醐味だ。最初から騙すつもりだったんだな。試合には負けても勝負に勝つということだ。無駄なことさせやがって。ここからが本当の勝負。一足お先に失礼。逃げやがって。およ、追いかけよう。いや、それが無理なんだ。どうして？さっきの砲撃でいくつかの部品が壊れたらしい。この船は修理が必要だ。一旦港に入って修理しよう。カニを探せ。それで船の修理ができる。カニ？なんでカニなんだ？そんなことは気にするな。いいか、白いカニだぞ。わかった。ん？カニを探そう、ポートロイヤルに散らばったカニを探そう。カニは樽や大砲の中などいろいろな場所に隠れているぞ。集めたカニの数は画面右上のカウンターで確認できるぞ。最大まで貯まるとミッションクリアだ。はい、次回はカニを探さなきゃいけないという謎の行動をしなきゃいけないと。では皆さん、ご視聴最後までありがとうございました。次回はカニを探すみたいなんで、一緒にカニを探しましょう。こんなんでしまったかな。まあいいや、今日はこれでバイバイ。